こんばんは。お疲れ、ありがとう。こんばんは。子猫、子猫でーす。マイハニークッキー、ありがとう。お疲れ、ありがとう。皆さん、こんばんは。中村舞です。やっほー、こんばんは。くま、ありがとう。実家帰ってないですよ。好き好き、ありがとう。帰っておりませぬ。クッキー、ありがとう。さっき家に帰ってきました。クッキー、ありがとう。ニットワンピースかわいいね。ね、これね、そうなんですよ。ちょっとなんかまた髪の毛がもうボサボサになっちゃった。肩が開いてる。じゃーん、ちょっとなんかお姉さん風ですね。見づらいかな。寒かった。あ、でも今日結構室内が多かったので。そうなんですよ。バレンタイン感ある。でしたら、大人っぽい。ちょっとあれが電気ストーブが。じゃん。こんな感じでーす。かわいい、ありがとう。そう、今日は私服ロケだったんですよ。なんで、そう、これ衣装じゃなくて、そうなんです。めっちゃかわいい、ありがとう。そう、私服ロケなんか、まあ少ないんですけどね、 STU 私服ロケ。あんまり、そう、基本制服が多いので。なんか確かにバレンタインと、このバレンタインの背景とちょっと合ってる気がします。似合う、ありがとう。自前です。そうなんです、自分で好きなのを用意しとく感じなんです。髪はこんな感じです。見える？これなんか帰りもさ、もう寝てさ、行きも寝てさ、待ち時間も寝て、寝ながら寝ながらでもうボサボサになってしまいました。本当だ、ありがとう。もうなんかね、めっちゃ寝てるんですけど眠気が止まらなくて、本当にもう眠たくて眠たくて、こんなに世の中寝る人は私だけなんじゃないかってぐらい寝てるんですよ。ありがとうございます。本当になんでこんなに寝てしまうんだろう。
っていうのがもう悩み、最近の悩みなぐらいめっちゃ寝ちゃう。もう今も眠いもん。冬眠したいですよ、もう。ありがとうございます。こんなに眠いんだろう。あ、ほこりが舞ってる。気づきありがとう。寝すぎると頭痛くなる、なるけどね、寝ちゃうんだよね。ずっと眠い。いや、ありがとうございます。なんかさ、眠くなくなる時は来るのかな。夢、なんかね、今日なんかその現場に行って、で朝起きて普通にまあ行って、メイクとかもせずに行って、でその楽屋でメイクと髪の毛をしてもらうんですけど、そのメイクをするまでに時間がちょっとあったんですよ。1時間ぐらいちょっと待ち時間みたいなのがあって、で先に楽屋に着いて1時間ぐらい待つ時間があるから、その時間寝たんですよ。でまた寝たんですけど、なんかすごい脳はめっちゃ起きてるけど体はめっちゃ寝ちゃって、なんかここら辺に魂はあるんですよ。この辺に魂はあるんですけど自分は寝てるみたいな、その状況にめっちゃなって、いや金縛りってわけではないんですけどね、なんかねここの辺にね魂があるんですよ。なんかで、なんか寝てる自分いるんですよ。なんか寝てるんですよ自分は。体も動かないし、幽体離脱ではないと思うんですけど、そうで、なんか夢なのか現実なのかよくわからないものをいっぱい見ます。寝てる時にあれは夢だったのかな。わ、なんじゃこりゃ、プレゼントみたいなのありがとうございます。困っちゃう、思いのほか深刻。うん、すごいハートになった。もうお腹が全然すかん。めっちゃ食べた、本当にありえないくらい食べた。ありがとうございます。なんかね、ご飯いっぱい来るんですよ。その今日は食べるロケだったんですけど、ご飯がめちゃめちゃ来るんです。でそのなんかいろいろあ、犬ありがとう。いや大食いロケじゃないんですけど、なんかそのなんて言うんですか、こう頼んで食べるのとか、あとそれとは別に
撮影用とかで頼んだりとか、なんかいっぱい来るんですよ。本当にいっぱい来るんです。で、それをもう、と撮影して、撮影が終わった後、それではいただきましょうって言ってみんなでバーって食べるから、めっちゃお腹がいっぱいになって、ありがとうございます。そう、みんなでもうわー、みんなで食べますよ。そう、でも美味しかった、うん、もう夜ご飯食べなくてもいいくらい。食べました。マイキューがちゃんと食べてるとなんだか安心。なんかそれね、よくいろんな人に言われるんですよ。なんか私、なんかよくわかんないんですけど、すごいいろんな人になんか食べてなさそうとかよく言われて、全然めっちゃ食べる。あと食が細そうとも言われるんですけど、もう全然めちゃめちゃ太いです、食すごい食べます。めっちゃ食べるんですよ。安心してください。体質ってほどでもないんですけどね。なんかでも確かにあれです、なんか食べめっちゃ食べる気とめっちゃ絞る気で分かれてるかもしれないけど、めっちゃ食べてる、うん、食べたらなんかちゃんとなんか気をつけますけど、もう本当にちょっとおこなこと言っていいですか。今日もうこのコメント欄を見てるだけで相当この肩がなんか破けてるとかめっちゃくるんです。本当にひどいんだが、もうおこなんだが、もうね、めっちゃくるんですよ。しかも定期的にくるんですよ。意味わかんないんだけど、ほんとおこ、珍しい。
怒ってる。噛みついてる。違うんですよ。なんか私のショールームでよくあの服についてなんか言うコメントよく来るんです。で私一回前にもう忘れられないくらいあのプンプンしたことがあって、それはあなんか いつだったっけな1年前ぐらいかな、忘れちゃったんだけどね、なんか上の服が体操服みたいだって言われて、でその時プンプンして着替えたんですよ、体操服みたいって言われたから。あの時みたいにちょっともうなんかコメント欄でめっちゃ来るんですよ、なんか服があだよみたいな、こだよみたいな、デザインだよみたいななんだよみたいな感じで、もう私はおこです、本当にありがとうございます。あったよ。そうだよ。じゃあ逆に聞くけど、なんでみんな今日肩空いてないの？なんで肩空きの服着てないの？肩縫われてるよ。その服、肩のところ縫われてるけど。あ、寒いから。いや、それはもう言い訳です。おしゃれは寒さとか関係ないんで。プン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 。マイキュー無理があります。うーん、まあね、マイキューがなんかなんか組み合わせをディスられるのはめちゃくちゃもう自分のせいだと思うんですけど、なんか服自体はなんかその商品売られてるからめっちゃ嫌なんですよね、それなんかクッキーありがとうございます。うん、プンプンですわ、かわいい、ありがとう。あ、ダメだ。もう私はもう何も、もう何も言わないことにしよう。もう抵抗しない。流そう。ありがとうございます。ありがとう。傷ついた。3月11のイベント、そうなんですよ。3月11と
12、そうなんです。12もねフェスがあったんですけど、11もそうなんですよ、フェスがあるみたいで。そうです、出演します。ぜひ3月11、12に2日連続だ。舞浜、そうなんですよ、舞浜アンフィシアター、2回目だ行くの。前には STU48 のライブで、立ったんですけど、行きます、待ってます。舞浜楽しみ。見やすいステージ？そう、なんか円形っていうか、こう半円みたいになってて、こうステージがこうなんか客席もこうステージに沿ってこうこんな感じで円みたいになってるところ、ディズニーランド近いの？ディズニーランド行きたい、行ってないな。近いんだ、すぐ。ディズニーランドの裏？え、そうなの？わかんないんだよ。なんか、何ですか？気づいたらそこにいるんです。もうわかんないね。プレゼントありがとう。そう、なんかバス移動とか、そうなんですよ、わかんないんですよね、こうなんか気づいたらいる。ありがとうございます。あ、カーテンもそうだね、されてるね。本当ありがとう。東京でないことは知ってる、知ってるよ。千葉県でしょ。みんなディズニーランド、ディズニーランドに最後に行ったのはいつだろう。STU 入る前の高校生の時だな。ランドもシーもあるや。なんかね、なんかよく家族旅行で行ってましたね。そう、ちっちゃい時から。クッキーありがとう。海賊も、うん、お父さんも言ってたけど、お父さんあんま乗り物ね、多分乗れないんだよね。あんま乗れない人で、うん、
お父さんが私と唯一一緒に乗ってくれるのはあれですね、あのコーヒーカップぐらい、コーヒーカップぐらいなら多分一緒に乗ってくれるんですけど、 それ以外はまあ乗ってくれん、一緒に。そう、めっちゃ回すやつ。なんか私あのお母さんもお姉ちゃんも一緒にコーヒーカップ乗ってくれないんですよ。だからお父さんが乗ってくれるんですけど、なんかコーヒーカップってなんかこう乗った人が全員こう隣同士でくっついた方が早く回るみたいな。だからお父さんがなんかそれを利用してコーヒーカップに乗ったら一緒にくっついてくるんですよ、隣に。なんかこれは一緒にくっついた方が早く回るからみたいな感じで、私が全力で回してる時にさりげなくくっついてくるんですよ。遠心力なんかな、あれなんでかわかんないんですけど、なんかあこなんか隣同士でこうくっついて座ったらめっちゃ早く回るらしいですよ。これあの使ってください皆さん。でも私ね本当にもうなんだろう、頭を振り乱して回すんですよ。あの何ですか、あのこう真ん中にあるさくるくる回すやつ、ガチでそうだよ。ちょっとありがとうございます。うちのお父さんがお前おかしいぞっていつもお前おかしいぞやばいぞお前、私はもうあれにもう命をかけて回すから。それをして以来お姉ちゃんとお母さんが一緒に乗ってくれなくなって、あ酔わないんですよね私。あのこういうジェットコースターはめっちゃ酔ったりするんですけど、この円形でくるくる回るの全く酔わなくて、そうなんだよ、得意なんだよね回るの。なんでかわかんないけど、一番早いのいるよね。なんかさこう待ってたりしたらさ、ありえないくらいぐるぐる回ってるコーヒーが、多分あれは私バレエのおかげかは分からんけど、まあでもね、うちのお父さんが乗ってくるんだからしょうがない。なんか私が回すって分かってるけど乗るんだから、目回らない、目回らないことはないですけど、もう平気ですね。スキンシップのチャンス。チョコありがとう。そうだからうちのお父さん、なんか他乗ってたっけ、でも絶叫系も苦手なんだようちのお父さん。うちのお父さんお化け屋敷とかが好きだな。
ホーンテッドマンション。ああ、いや一緒に乗ってないな。お父さん苦手なもの多くてさ、多分弊社も嫌いなんだよ。そうだからなんだろう、なんかこう閉じ込められた空間とかも結構嫌いで、なんか乗れない乗り物結構多くて、密室空間とかも結構無理で。娘は端っこが好きそうだよ本当に。飛行機はなんか国内線だったら大丈夫っぽい。その乗ってる時間が短ければまだ大丈夫らしい。でもあのその外国とかに行って結構時間が長くなったりするとしんどいっていうのは聞いたことがある。だから多分外国行ったことないみたいな。船で行くから。そうだよ、うちのさ船で風切っていくから。ブワー、海賊なのに。海賊は飛行機にまあたまに乗るんでしょう。うん、お父さんのことはもうよくわかりません。泳ぎ得意、泳ぎは得意。プール行きたい、プールに行きたいです。早く夏になれ。温水プール、あのスライダーとかあるプールのとこ行きたい。行きたい行きたい、流れたい、うん、流れるプールで流れたい。愛媛にあるの？あるよ、愛媛にあります。行ったことあります。でもSTU入ってから行ってないや。メンバーと行きたいな。STU は水着の MV ないね。確かに AKB さんとか NMB さんとか、なんか水着で踊るってどんな感覚なんだろうってめっちゃ思ったことある。
うん。うん、SKE さんも。ね、すごいよね、結構。そうですね。でも STU はなんか水着になったことがあるメンバーが3人ということで、多分みんな見慣れてないからキャーってなって MV が見れないと思います。そう、写真集を、そうそうそう、写真集で結構みんな水着なるのかなって感じ。推しメン何やってるの、服を着てってなると思うんで、めっちゃ見ます。なる？なるでしょ？たくさん吹っかけてほしいってどういうこと？重ね着重ね着。生地が足りないと心配になる。でもね、なんか私のショールームのコメント欄なんか多い気がする、そういう人。なんかすごい服着ててよみたいな。多分私が思うに、他の人に肌を見せんじゃねえよっていう気持ちなんでしょう。そうでしょう。またありがとうございます。何も合ってるでしょう。そういうことにしといて。言われたい？え、なんかウィーウィーウィーってなります。好き、ありがとう。肩くらいは出させてください。見てください、私ねすごいんです、肩の骨。なんかてか私肩がなんか四角いんですよ。結構悩みなんですけど、なんかよく言われるんですけど、肩がもうガコンガコンみたいな感じですごい四角くて、こうなんかすごいめちゃめちゃ骨が、この肩、怒り型なのかな、
尖ってるんですよね私。気にならない？なんかメンバーとかが隣に乗ってて、こうやってカコンって肩とかこうやって横に持たれてきた時に、あ私肩硬いんですよすいません、あこれダジャレじゃないんですいませんまでこれあの一応全部定型文言います。その持たれてきた時に、うん、そこまでセットで全部言う。あすいません私の肩硬いんですよ、あこれダジャレじゃないんですよすいませんそこまで言っておく。いや本当にそうなんだよ、ダジャレじゃないんだけど本当に肩が硬いんだよ。うん、なんか痛そうでしょ、刺さるの草痛いと思う。空いてますお肉ここにだけにお肉つかないんだよここってなかなかつかない、難しいよ。お話し会でみたい、今度お話し会やるよ、2月お話し会3回あるから、2月のね12かな、しょっぱなはあります。服まだ決めてない、パジャマにしようかなパジャマ、ありがとうございます、うん、ねパジャマでのお話し会ねもうね本当にね、なんかそのまま来たんかって突っ込みたくなるくらいゆるいんですよ、うん、ガチパジャマ、寝ちゃうかも、うん、寝ちゃうかも、そう寝ません、現地で着替える、あまあでもね最近コート羽織ってるんでねこうバーンパジャマーみたいな、コート脱いだら行く時コート羽織ってるから、パジャマの上にコート羽織ってそう、捕まるよ、なんでやねなんでー、それで出汁したら食パン加えていこう、あダメだマスクの時代だから食パン加えられない、
困ったもんだね。何周していく。食パンをマスクに。良さそう。ね、なんかねダッシュしてる姿を結構見られがちなんで。そうなんですよね。あとね、私あるあるなんですけどね、なんか私結構なんか時間なんか結構ギリギリに入れちゃうこともよくあるんですよ。で本当に集合2分前とかぐらいに着きそうな時になんかよくあのまひほのさんたちと途中で道が一緒になることがよくあってなんかあの一緒の感じかなと思って、そう結構ギリギリ攻めていく。あまひのさんみたいな、あ本田さんみたいな、あと本当にあの2人とも別々で会ったりする。なんかねそう送られてくる集合時間があって、集合時間があるんですけど、でその集合時間がもうもともと5分前みたいな感じなんですよ。先に5分前の集合時間が書かれたものが送られてくるんですよ。だから多分さらに5分前にしたら10分前になるじゃないですか。だから多分ちょうどジャストを狙って行ってるんだろうなと思って。まひちゃんが急いでるの想像できない。まひなさんはなんか確かになんか時間見てうん大丈夫って言っとるイメージあるわ。誰が一番早いの？わからん。誰が早いんだろう。その日によるんじゃないですかね。わかんないけど。一番についたことある。なんかあれだな、なんかの帰りに集合場所行くときに家もう一回帰るのめんどくさい時間だからもう先に行っとくかぐらいの時かな。一番に行くってなったらあんまりぴったしに行くかも。集合時間早く行くと心配されそう。今日はどうしたのとかないよ。全然。
でも私メンバーとの待ち合わせはあれです。なんか、うん、なんかね、家出たら教えてみたいな感じかも。あんま何時って決めないですね。なんか大体何時ぐらい、何時から何時ぐらいにしよう、今から家出るわ、オッケーみたいな感じなんで、あんまなんか何時って決めないかも。メンバーとの待ち合わせ、楽です。アバウトすぎる？そんな感じだよ。そう、うん、なんかだいたい、じゃあ お昼の12時ぐらいにまあ行けたらいいよね。じゃあとりあえず起きたら連絡して、で今起きた準備するわ、家出るとき教えて、そろそろ家出る、オッケー、じゃあで私も出るわみたいなそういう感じや。うんうん、まあゆるいけど、まあね、世界の方がいいかな。起きるのは起きるかも。あとね、マヒナさんはね、電話がかかってきます、合流するまでなんかこれはなんか、マヒナさんはこれブルルって電話かかってきて、家にいる時朝でも家電話かかってきて、でおはようみたいな、で今から準備するわみたいな感じで、準備中の電話をずっと繋いでるんですよ。で、あ、じゃあ私も準備しますって言って、そうスピーカーでずっと準備の電話、準備中で電話繋いでて、でなんかガチャンガチャンとか言い始めたら、あ、家出たんですかみたいな、うん、そろそろ家出るわみたいな感じでガチャガチャしてたら、家出たって分かって、歩いてる音まで聞こえて、で、あ、なんか今どの辺ですかみたいな、歩きながら、え、今どの辺なんですかねみたいなで、なんか、あ、ここここみたいな、ヤッホーみたいなあの出会うまで電話つないでるみたいな人形なんか、マヒナさんはマジでいつもそれ、本当にびっくりするくらいいつもそれ。なんかしかも唐突に電話がかかってきて、で何事もなく、なんか今から準備するわって言われてわかりましたっていう。え、めっちゃ私は好きよこれ。うん、なんかわかるじゃん、相手が今どこまで準備してるかもわかるし、なんか相手が何してるかわかるから、うん、めっちゃ好き。ペース、そうめっちゃ良くない？
私もやりなよ。へえ。ほい。もう人によるかも。私も人に合わせるわ。うん。でもね、割とソラハはきっちりしてる気がします。そのソラハは前日っていうかもう結構前の時からこの日遊ぼうってちゃんと言っといて、で何時っての結構割と、まあ、なんかそのかっちりはしてないけど結構決めるかも、ソラハとは。でもなんか何時何分に絶対ここ集合ねって感じじゃないけど、なんかそろそろ家出るみたいな感じの、もう何時ぐらいにしようみたいな、なんかランチ行きたいからこの時間までに行きたいからみたいな。あとなんかソラハはよく、じゃあとりあえずまいちゃん家の家の前まで行くわって言ってなんかよく来てくれますそう、ソラハ系。おーまあ人によるね、マジで。マイケルがのんびりっていうか、なんか行く方向によるかも、なんか方面がこっちだからとりあえずじゃあマイちゃんち行くわみたいなことが多いかも。うん、何かな。千穂ちゃんと遊ぶときは、千穂ちゃんと遊ぶときはなんかなんなどうだっけ、千穂ちゃんと遊ぶときは何時くらいにしようみたいなの来て、何時くらい、一応の時間を決めといて、これくらいにしようっていうのを決めといて、で家出るとき教えてって言われるかな。それなんか多分割と普通な感じです。でどっかで待ち合わせみたいなする。マヒナさん、でもマヒナさんは電話するちょっと電話します。アバウト、でもあれですよ、アバウトですけど歯医者とかは予約通りに行きますよ歯医者の時間とかちゃんと予約通りに行きますよ。ありがとう。ちゃんとあの言われたらその時刻に行きますよ。でもアバウトの方が楽楽なんだもんようやく、だから私も予約されたら開けときます。ちゃんと何日の何時って言われたら、好き好きありがとうでもそうアバウトの方がいいじゃん、なんか友達同士だったらね。
当日誘うのがいい。何どのくらいまで待ってるって、私いつまでも待つよ私待つ、私一人が苦じゃないんですよ。だからなんか待ってって言われたらもう一人で永遠とどっかぐるぐるすると思う。もうぐる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 いろんなところ一人でぐる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 。何も連絡なしだったら電話するかも。めっちゃどうしたんだい、何かあったのかい遅刻して怒る、うん、なんでうん、物によるかもね。キャーもう肩にカイロ貼ってあげたいって来たんだけど、肩パッドみたいになっちゃう。キャーキャーすっぽかされたことないです、ない。そう、なんか遅刻する人もそんないない気がする。私が多分こんな感じだからさ、だから本当になんか家出たら教えてみたいなタイプだから、多分ないんだと思う。あとドタキャンされてもなんか、あ、なんか今日はなんか自分の時間が増えたって思うかもあ、なんか一人で過ごす時間にしようぐらいの程度にしか思わん。うん、別に何も思わんな。へえ今日は一人で過ごそうぐらい。ポジティブ、嘘、そんなことないでしょ。なんかやりたかったことやろうみたいな気持ち。何でドタキャンされたかにもよるけどなんかドタキャン、あ、今日いけんくなったごめんしか言われんくったら別にどうでもいいけど、なんか納得できん理由言われたらちょっと悲しむけど、寝坊、私ね、マジで寝坊全然いい。マジで自分がいっぱい眠たい人だからわかるんだよ、なんか眠たい気持ちが。そうだよね、眠いよねって、私もわかる。眠い、もういっぱいなんか寝てなんか起きれなかった時の気持ちがわかるんですよ。だからなんか別になんかね、なんか結構ね、寝坊に関してはね、なんかよく寝たねと思うかも。なんかね、いっぱい寝ちゃった気持ちがわかる。私もめちゃ寝る人なんでありがとうございます。
北海道のオキポの、そう北海道オキポはそうなんですよ。なんか寝ちゃっててで朝その起きてタクシーでその広島の空港まで行ったらしくて、そう1万4000円かかったらしくて、そう自腹、そうでもなんか起きちゃんが来ないってのはなんかその時なんか聞いてて、あのバスの中でソラハと話してて、起きちゃん来てないで、ね、ネオンやないみたいな感じで一回起きちゃんに電話して、で起きちゃん電話って言ってで来るかな来るかな、でもね結構ねみんなもうさて起きちゃんは来るのかみたいな感じの、なんかあのどうだみたいな感じでしたよ雰囲気そう、来るのか来ないのか来たーみたいな、めっちゃ焦るだろうな、うん、何やってる方ね、そうなんかみんなそんな、なんかそんなもうピリピリとか全然してなく来いみたいな頼むから来いみたいな、飛行機、そうなんか飛行機が少ないらしくて北海道行く便、マイケル昔握手会の時一回そう寝坊したことある、あれ大変だった、あれ私もタクシー自腹で行ったあの時でも本当にもうカツカツの生活を送っててなんかタクシー代でもう泣く泣く払ったって感じ、うん、ほんとあの東京駅から横浜分からん4000円ぐらいかかった、5000円か4000円か5000円か、めっちゃ前、何年前や、横浜で握手会してとった時やから3年前ぐらい、握手会の時焦るよね寝坊、しかもなんか寝坊した日ってなんかその日一日なんかいい気持ちで過ごせないんですよね、朝って大事って思う、間に合ったの、間に合いましたもちろん、ちょっと引きずる申し訳なさとなんかやってしまったみたいな罪悪感と、原因はよく寝ることです、超寝ちゃうんだもん、ダメだな、今何時だ、あ10時41分、暑くなった、
ございます。いっぱい寝ましょう。お、学生時代の遅刻経験めっちゃあるよ。STU に入ってまだ治った方、学生時代の方がやばかった。すっごいしてた。もう捨てた。なんかしかもね、 1,2 分なんだよね大体。なんか10分とかも遅れ、 1,2 分なんだよ。ギリギリを攻めるから遅れてて、でこうさ走ってて、こうなんか全速力でこうやって走ってて、こうバッグをねこう両手に抱えてこうやってクククククって走ってて、でなんか先生のルール的にキンコンカンコンのそのキンが鳴った瞬間にもう教室の席に座ってないと遅刻だったらしいんですよ。なんか先生のルールはそうらしくて、そのもうチャイムのなんか鳴り終わるまでとかじゃなくて鳴り始めに座ってないとダメみたいな。でそれまでに入ってなくて、あのアウトって言われて、その教室の前で、でなんかじゃあ朝の本持ってこいって言われて、で朝の本大体こう机の中に入れてるんですよ。だから一回教室の中に入って荷物置いて朝の本持ってまた外に出て、で廊下で朝の読書を10分間して、でだからさなんかこう入って朝読の本持って廊下に出るときにみんながあまいちゃん遅刻したんだって思うじゃないですか。もうその目が一番嫌なんですよ。ではーって間に合わなかった、朝読の時間はこうやって廊下で、そう立ってやってた。だからなんか仲間がいた時めっちゃ嬉しかった。あの遅刻した人が何人かいた時、自分だけじゃなかった時はなんか今日3人いるわみたいな。朝読やってた。読書で他の先生たちが廊下を通るときになんかニヤニヤしながら見てくるんですよ。なんかあなんかまた立ってるこのメンツみたいな。なんかあああちゃ、高校の時がひどかったかも。ちょっと一面だった。中村立てた。中村そんないい生徒じゃなかったんだよね、あんまり。いやかといってめっちゃ悪だったわけでもないと思うんですけど、なんかよく宿題は忘れるし、もう本当になんだろう、なんか人見知りでなんかもじもじして発表とかもあんまできないし。
見た目優等生。うん、私も発表系が一番嫌だ。本当にもう見ないで私のことって思う。クラスがさ40人いたの、一クラス40人でさ、だから自分含めず39人が私のことを一気に見るわけじゃないですか。やめてくれ見ないでくれ。今はヤッホー今はヤッホーって感じです。うんヤッホー。変わった、うん、廊下に立ってるマイキュー。いやほんとアイドルになってよかった、ほんと思うわ。見てくれて。ありがとう。親怒らないの？遅刻して。うん。なんか親も。もう断わんわいって言ってた。舞ちゃんもうダメよ、断わんわい、起きんもんって言われてた。ずっと起こしとるけど起きんもんって。断わん、え、断わんってなんて言う、え、何、断わんって何ですか。断わないって言わない、え、断わんって何、だ誰か断わんの何ですか、方言、こたわんって何ですか、こたわないって言わない、こたわん、どうしようもないわみたいな意味かな、うん、こたわん、もうまいちゃんどうしようもないわ、こたわんわみたいな意味かな、え、なんだろう、こたわんって誰か教えてください。愛媛の方、初めて聞いた、嘘、なんかどうしようもないみたいな意味なんだけど、あ、叶わない、そうだそれだ、叶わないみたいな意味です、もう叶わないよみたいな、こたわんわ、え、こたわんってなんか普通に言ってたわ、叶わないだって対抗できない、の人にはこたわんわみたいな。そう、あれ、なんか私も初めて知った、そうなの、方言なんだね、初めて聞いた人めっちゃいる、こたわん、
たわん。なんよの方言、そうなんや。そうなんやほうなん好き。私ほうなんて言ってる？ほうなん。こたわんわ。いくら起こしてもないけど元気ほんとこたわんわーみたいな。愛媛の西条でも聞かないです。あ、愛媛でも言わん地域あるらしい。なんか限定されたわ結構限定された方言喋ってしもた。あ、ピンポイントですね。ほんとこたわんこたわん。そうよ、愛媛広いんよ。やからさ結構違うんよ方言。下田、下田下田も使ってください。しまったみたいな。下田宇和島地方って書いてあるよ。まあ私宇和島とは割となんかいろいろと関わったというか、なんかいろいろよく言ってたのでね、宇和島。宇和島の方言めっちゃ映ってるんだと思う。23時に終わろう。ハットありがとうございます。ゆきりかはチクピー知らないって言ってた。ねえ、なんで聞くの？本当に。なんで切ったんですか。ね、本当に。プレゼントありがとうございます。いや、でも私の地域だけなのかな。でも多分ユキリカは可愛い、ありがとう。ユキリカはね、多分私結構地域的に結構違うんですよ。そう、愛媛も結構広くて、多分ユキリカとちょっと離れてるのかも。いや、ユキリカこたわんって分からんかな。こたわん聞いてみよう今度。こたわんってわかるって。葵ちゃんは、あ、葵さんとはだから近いんだよ。だって私学校が一緒だったっていう話を前したかもしれないんですけど、葵さんとは学校が STU 入る前学校が一緒で、そう、葵さんとはめちゃめちゃ近いです。もともと知ってたので。ありがとう。先輩後輩そうだよ、入る順番的に逆。でも学校ではそう、私が年が一個上だったから。うん、確かに。でもなんかすごいすごい運命だよね。あんまないよね。
私はね、先輩、まあ、先輩呼びされてないんですけど、呼ばれるとしたらでも舞先輩だったと思います。舞先輩とお呼び呼んで舞先輩、へい。舞先輩、もういいですね。先輩と呼ばれるのはなかなか心地よいです。尊い舞先輩。舞先輩怖い、うん、怖いよ。おい、焼きそばパン買ってこい焼きそばパンにクリームパンとメロンパンも買ってこい。あ、好き好き、ありがとう。飲み物は牛乳だ怖いですか？みんな喜んで買ってくる。なんで？マイキュー先輩感なさそう。なんか先輩っぽくはなりたいですけど、先輩先輩しくはしたくなくて、はい、なんかなんだろうな、仲間みたいな感じで接したいですね、人とは。ただなんかなんだろう、技術とかそういうのはいっぱいもっと身につけたいと思うけど、大丈夫、先輩会だからうるさいわ。あ、言われるわ、うん、ないって言われる。確かにね、いいよもうなくて大丈夫。うんうん、 OK。 あの、いい意味でなくしたいですね。叱れる？叱れないよ。あんまり叱るとかないかも。でもなんか、奈々さん、もう岡田奈々さんが、叱るっていうか、まあ注意とかはしてくださるんですけど、あんま叱るってことをしなくて。っていうか、奈々さん自身が背中で見せるタイプっていうか、もうすごい、奈々さんがいて、奈々さんを見てみんな、あ、奈々さんがこうやってるから、みたいな感じだから、なんかそうなりたいですね。ななさんみたいな感じで、なんかなんだろう、そういうのかっこいいなって思うから。ほんとかっこいいなって思う。でもなんかね、教えてくれるところはめっちゃ教えてくれるし、こういう時はこういう、こうしてこうするんだよっていうのを教えてくれるし、なんか面と向かって叱るとかはなくて、うん、そうですね、皆さんリスペクトです。23時、23時だった。
じゃあ誕生を呼びます。マオさん、アーリーさん、りょうちゃんさん、まゆたみさん、ヒッキーさん、さとしさん、しんじさん、東京のスワンさん、南波のひさとさん、みーさん、くまきちさん、あさかさん、刀剣太郎くんさん、ありがとうございます。明日は雪？明日雪なの？そうなの？でもなんか関東大雪みたいなの聞いた気がする。なんか今日ねニュースなんか見たんだけど、なんかスコップが売り切れるほど大雪警報が出るみたいな、うん、皆さん雪には気をつけてください。配信を見てくださった皆さんありがとうございました。そう、なんか雪かきのねスコップ、気をつけてください。なんかいろいろね。あ、でも明日って祝日なのか。もう分かんないや。なんか金曜日祝日みたいなの聞いた気がした。あさってか。え、待って、曜日がごちゃごちゃだ。あさってだった。ごめんごめん、あさってでした。ってことは多分みんな学校もあるだろうし、お仕事の方も多いと思う。気をつけてください。全然違ったわ、ごめんごめん。曜日が、うん、感覚が。はい、ということで皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。ラブラブ、キュンキュン、早く寝てね、おやすみ。